ニュースポストセブンです。地震解析ラボ代表の平井道夫氏が今後警戒すべきエリアを指摘しました。一つ目は昨年10月7日、千葉県北西部を震源とするマグニチュード 5.9 の地震が発生し、東京都足立区などでも最大震度5強の強い揺れを観測した千葉・茨城エリア。平井氏は、茨城県から千葉県の南東沖にかけてのエリアで、マグニチュード5から 5.5 クラスの地震が予想されると指摘。その他、北海道青森エリア、中部エリア、紀伊水道エリアなどが要注意。これらの警戒エリアは津波による大きな被害も想定されています。ニュースポストセブン。